情報を追いかけたり、あとは人の情報ズルになるのはもうやめようって思った話をします。で、これ2つ言うんだったら2つビデオを作れっていうことにもなるんですけども、まあいいや、1つにまとめちゃうみたいにね、思いますね。その情報を追いかけるのやめようっていうのはですね、私の、子供の、学校の行事ですかね。なんかそれ、なかなかその、イベント的なこと、もちろん、公立の学校ですけども、それ情報がなかなか入ってこないっていうか、他の親御さんとも、共有っていうか、メールが来たとか来ないとかそういうのしてて、で、あの時はこうだったとか、こういう話を漏れ聞いたみたいなことを、ちょっと私も必死こいて、聞いたり、お互い教え合ったりとかそういうのしてたんですけども、なんかそういう、他のママさんたちと、そのね、人数のこととか時間とか場所とかそういうの、一生懸命、情報を追いかけてっていうか、なんかそうしないと、車の送迎だとか、何時までにとか、あと準備とかそういうのもあるんで、情報を一生懸命追いかけてたんですけども、その情報を追い、他の親御さんたちと一緒に情報を追いかけてた時に、なんかこう私が下手に共有、なんだ、傾聴っていうか、大変ですねみたいな風に、そういうふうに言ったんですよね。そしたら結構依存されちゃって、で、依存された挙句、なんかこう、当たり散らされたっていう、そういうことがあったんですね。で、しかも、なんかそういう情報とかそういうの、人から取り残されないようにしなきゃみたいに思ったところで、なんか結局去年はこうだったけども、もうこれからはこうだとか、あの人はああ言ったのに、結局こうなったとか、そういう変化って刻々とこう出てくるんで、そう情報を追いかけてもなんかもう無理だなみたいに。で、しかもそうやって親があんまり頑張りすぎると、今度は当の生徒たちの方が、なんかこう、ちゃんと、で、そもそもそういう情報を持ってくるの生徒の役割だと思うんですよね。だけど、あんまり親が頑張っちゃうと、そう生徒の方がサボるって、そういう危険もあるんでね。で、そういう人数だ、時間だ、あと車のなんやらだとか、そういうの、情報を集めてる、追いかけてる間に、なんかこう、周りの親御さんたちも、この親御さんは、例えば、車の運転を押し付けてもいいんだとか、おやつとか、この人に押し付ければいいんだみたいな、そういうの、そういうずうずうしい人、まともな人をずうずうしい人間にこう変えさせてしまうとか、私実はこういう嫌がな才能があるんですよ。そのまともな人をずうずうしい人に変えてしまう、そういう、もう自分にとって不利な、そういう才能の持ち主なんですよね。で、それとか、次元の低い考え方しか持ってない人を、雄弁な人に変えてしまうっていうね、そういう自分にとって不利になるような、そういう才、不利になるの才能っていうのは変ですけども、なんかね、そういう嫌な才能があるんですよ、私って。多分お一人お一人ちゃんとした人たちのはずなのに、なぜか私と関わると怠け者になってしまったり、ずうずうしい人に豹変したりとか、そういうことがあるので、もう本当私人付き合いしちゃダメだなって思うんですよね。
で、まあ、そんなことでね、もう情報を追いかけるのやめましたってことですね。あとは、まあ、人様のために情報づるになるのも、まあ、やめた方がいいんだろうなって思いますね。まあ、よくいるんですよね、シーカーさんに前から聞きたかったんだけど、みたいな風にして、すり寄ってくる人いるんですよ。で、それも、ググればいいことを聞いてきたりとか、で、それ、主催者に聞いた方がいいんじゃないですかとか、先生に聞いた方がいいんじゃないですかとか、本人に聞いた方がいいんじゃないですかってことを、まあ、私に聞いてきたりとかね。まあ、私が、コツコツとそういうね、なんかこう、ちゃんとやってそうだから、シーカーさんを利用して楽しちゃえとか、まあ、そういうことなんですよね。で、そんなのも人を怠け者にするために、あ、私は今まで情報ズルになってたんだな、ホイホイとみたいに思っちゃって、もうそれだったらね、もう私も、もっともうずるくなって、でも結局そうやって人にもう神経削り節みたいなことしたところで、結局なんかこう用がなくなったら、まあいらない存在っていうふうに、まあ、されてきたんで、大体どんな人間関係もそうなんですよね。まあ、別に私のこと利用して捨てた人たちが、まあ、別に悪い人たちだったかどうか、まあ、悪かったかもしれないし、まあ、本当は素晴らしい人かもしれないんだけども、私と関わると、シーカーさん、俺、僕、私は本当は素晴らしい人間なんだけども、シーカーさんたちと、シーカーさんと付き合ってる時は腐った人間で行くわとか行くぜみたいに、そうなっちゃうんですよね、なぜか。なので、まあ、別にね、その私を雑に扱った人たちが、別にわ、あの、まあ、実は本当は素晴らしい、美しい人々だったでしょうね。だけど、私と関わっている時は、まあね、腐った人として関わってくるみたいなね、そういうことなんで、まあ、多分これからもね、まあ、私にすり寄ってくる人ってそういう人なんだろうなって思いますよね。はい。なので、だったらもうね、情報ずるとして、役に立つ必要もないなみたいに思っちゃって、で、そもそも、もうそういう情報とかって、今まではこうだったんだけどこれからはとか、そうなると、シェイカーさんが教えてくれてこれ間違ってるしよみたいに文句言われる可能性もありますからね。まあ、刻々と変わっていくことなんでね。まあ、なので、まあ、くだらない質問もね、もう答える必要ないですよね。なんか、こっち調べて答えたつもりでも、なんか状況とか変わるかもしれないですからね。なんか、そうなると、シーカーさんの言ったことを真に受けたら、こういう興奮になりましたみたいに、もうだったら自分で自分のビジョンで調べろやみたいにも思います。なのでね、まあ、情報づるになれば、人から好かれるかもしれないって、まあ、そういう期待を持つのは、まあ、やめましょうっていうふうに思います。では、今日も、ご視聴ありがとうございました。